とりーすっていうことで今日はですね、3番線海浜公園にね、行ってきました。いつもね、毎月1回観察会やってるんで、ガイドしてます。それなんでね、ガイドでは、だから最低年に12回行ってるわけですよね。だけども、今日はね、ちょっと個人的に行ってみました。それでね、今日はね、大潮。ね。大潮なんだけど、大潮って言ったらさ、潮干狩りの人とかさ、何?バードウォッチャーとかさ、いつもだったらいっぱいいるのに、今日はね、今日何時ぐらいだったら10時半ぐらいに着いたのかな。うん。そしたらね、今日の環境何時だったっけな。11時58分か。うん、それでさ、大潮だったんだけど、バードウォッチャーがね、まずね、最初はね、ゼロだった。それでね、その後ね、その後すごい遅くなってたよ。最大干潮になった頃、お昼頃に、女性一人と、あとね、学生グループ6人だったかなが来てた。うん。だから合計10人だけっていうね、なんかすごい日だったよ。それでね、まあ、10人じゃない?それから潮干狩りの人もね、なんかね、なんかすごいのも、すごい、こう、なんかもう本気でやるっていう人を3人来てただけで、それ以外いない。それから散歩の人2人っていうだけで、本当に静かだった。それでね、まずね、もうね、ズグロカモメね、三番線名物のズグロカモメが、まあ、3羽いたんだけども、特に2羽がね、もうね、誰もいないじゃない。だからね、まずさ、周囲からの人とかいると、いたりさ、犬の散歩の人とかいると飛ばされちゃうでしょ?それからね、何よりね、追いかけ回すバーダーがいないわけだからね、もうね、ズグロカモメ天国だったよ。もう駐車場からこうまっすぐ来たところ、そこ出るじゃない?そのちょっと右ぐらいのところの、もうね、一番手前のネットの、もう前後を飛びまくってる、降りまくってる、もうね、あんなに降りるの?っていうぐらい降りてた今日はね。うん、それでね。その2羽がさ、もう、誰もいないからさ、どうしようかなと思ってさ、これ取れるチャンスじゃない。だからね、俺はね、巡航側、ね、3番線ってさ、なんていうの、岸から海を見ると逆光なのよ。ね、冬特にね、太陽下がってくるから。それでね、要するに海側に、から岸側に、要するに、見ると巡航じゃない。だから、こう、水の中に、ズボズボズボと長靴で入ってって、巡航側に回り込んで、この辺にズグロカモメいるなっていうところで、まあ、ある程度の距離で、まあ、距離とってね、なんかね、今日はね、結構近くに来たんだよ、どんどん。それでね、そこで待ってたの。でさ、まあ、最終的にはね、もうね、ズブ濡れになっちゃってね、もう長靴もう全然ダメだったんだけど、もうズボンとか全部びしょびしょになっちゃって。それでね、ズグロカモメがさ、降りるでしょ?で、特に2羽がさ、成長と、ファーストインターね。うん。若鳥がさ、一緒にすごいのが、こう、ペアなの、あれは。親子なの、まあ。ペアっぽかったんだよね。それでね、もうなんかね、おたけびを上げるわけ。おたけびを上向いて、おー、こわ、こわ、こわ、みたいな。ね。何?オーセグロカモメとかセグロカモメほどさ、なんかさ、こう、ワイルドじゃないんだよ。なんかね。キャッキャッキャッみたいなやつか。上げるわけ、こうやって上向いて。でさ、特にね、ファーストウィンターの方がね、こう上向いてやってるんだけど、3回に1回ぐらいはね、成長も一緒にやろうとするんだよ。一緒にやるんだよね。そういうのとかさ、あれは何なの、ちょっと求愛っぽいの、それともコミュニケーション、わかんないけどさ、それやっててさ、それで、いやいや、成長同士だったらさ、あ、これはペアの鳴き交わしかななんて思うんだけどさ、もう若くてもあるか。それでね、そういうのやったりね、あとね、なんかね、もちろんこうか、こう、干潟の上で飛び回ってさ、なんか探してんだけどね、そのね、なんかね、その鳴き交わしたりしながらね、30分以上ずっと降りてたの。全然逃げないんだよ。それでね、なんかね、ずっとこうやって、干潟のちょっと水たまりのとこをついててね、なんかね、なんだろうあれ、魚の卵なの。なんかプラナリアみたいなやつをね、こうつまんで食べてたよ。それでね、面白かったよ。だからゆっくり見れた。
となんかやっぱその2話がさ、時々なんか興奮してさ、多分興奮エキサイティングしてさ、なんかこう突っかかってくみたいになってる。喧嘩なのあれ。バババババってやるんだけど、はい終わり、はいまたブイ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 っていうのがねあったよ。それ10分ぐらいかな、10分ぐらいのうち5回ぐらいやってた。そうそうそう、それが取れなくてさ、なかなかさ突然やるから、うん、ビビビビってやってて、それも面白かったしね。まあとにかくね、ズグロカモメ三昧だ。他のミヤコデルとかで、ね、遠くにすごい群れてんの、すっごいいっぱいいた今日。だけどそれ見に行かないで、あのその何スロープから降りてる右ぐらいのところにずっとあのほとんどの時間いたの。4時間滞在したんだけども、ね2時間ぐらいはね、あのズグロカモメ見てたね。だからもうずっといた本当に。でまああのガチで撮ってたのは2時間ぐらいなんだけど、その時もね、もうね、行ってから帰るまで、だから10時半でしょ、うん、4時間後ぐらいまで、帰る時もまだ日陰に降りてたもんね。そのぐらいね、あのね、追いかけ回すバードウォッチャーがいない、それから人がいないと、ズグロカモメはもう降りっぱなし、真ん中にいっぱなしっていうね。だからね、あんまり追いかけない方がいいよ。でね、同じところでずっと待ってた方がいいね。それでね、ネットがあるじゃない、ネットのそばに立ってさ、あの待ってる方がね、なんかいいと思うよ。それでね、まあもちろんあんまり人がいろいろいるとさ、あの来てほしいとこに来ないんだよね。その辺難しいとこだよね、まあ、今日はね、とにかくね、まあ、まあいつも大体俺もあの今日はダメだなとか、もうここに来てくれよって割とね、ズグロカモメの場合は待つことが多いです。それで、そのズグロカモメがね、まあ、そんな感じで面白くてさ、でその後さ、あのさ、ハジロコチドリがいたからさ、ハジロコチドリ最初にもちょっと見たんだよ。それでね、その後ね、ハジロコチドリちょっとね、あの飛んでるところのさ、あの翼をな、ハジロだから、ハジロっつったってさ、あのキンクラハジロとかと一緒でさ、白い線がピョーンってあるわけ、白チドリみたいなやつね、ピョーンってあるだけなんだけど、まあ一緒でハジロコチドリじゃない。それでね、それが撮りたいわけね。まあ撮ったことあるんだけど、まあせっかくだからさ、この機会にまた撮ろうかなと思ってさ、人もいなかったしと思ってさ、これ人がいないとダメよ。あのね、合計2時間ぐらい待ってたんだけどね、あのね、飛ばない、全然飛ばないでね、2回飛んだんだよ。散歩の人がちょろちょろってこう岸沿い歩いた時にね、あのその時さ、こっち向かって飛んじゃうんだもんね。でね、それ以外はね、なんかね、あのハマシギとかミンビシギの群れがさ、こうアジロコチの近くに来てさ、なんかわかんない、何が起きたかわかんないんだけど、突然飛ぶの、ボーってね。でハジロコチでも飛べばいいじゃん、飛ばないんだよ。そういう時も一匹だけこうポツンと残ってたりするの。またこう見回してさ、飛ぶんじゃね、こんなのってさ、首ピックピックピックってやってさ、これ飛ぶんじゃね、飛ぶんじゃねと思ったら、また餌こうやって始め、餌つぶやまみじゃってさ。でね、ハジロコチドリさ、シロチドリとかっていうのはね、あのこうゴカイを食べるときにビヨーン、ジュル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 って本当にさ、お蕎麦食べるみたいに食べんのよ。ハジロコチドリの食事めっちゃ早いの、怖いでしょ、こいつついてるじゃん、ついてるじゃん、一瞬もうここ引っ張ってんだよ、すぐピョロって食べちゃう。えっていううちに食べちゃうの。だからっていう、だからハジロコチドリビヨーンって取れるじゃん、取れるじゃん。でもハジロコチドリ早すぎて、こうなった時に もう食べちゃって、っていうふうにもね、面白いね、そういうのゆっくり見るのが好きだな俺な。今日はだからほんとね、ズグロカモメとハジロコチドリね、もうお腹いっぱい、いやお腹いっぱいじゃないんだよ、飛んでるの取れなかったからね、翼側がね。それでさ、なんかさ、いや、いい写真撮れたんだよ。ハジロコチドリがこっちに向かって今度こうやってさ、あの数メートル飛んで降りるやつの子が撮れたんだよ。そういうのとか撮れたりさ、ズグロカモメもさ、こう揉め合いもさ、まあなんとかね、ちょっといまいちなんだけど、まあその雰囲気は出てるよ。そういうのとかさ、ズグロカモメの前バッチリ図鑑写真とかさ、あとおたけび写真とかさ、あと動画もいっぱい撮ったよ。だからまあそういうのもね、この動画と一緒にね、見てもらえたらと思っております。ということで、3番線ね、あのね、ほんとね、あの追いかけ回さない方がいいっていう。まあ、本当これが一番言いたかったんだけど、うん、そういうことで、